よろしくお願いいたします。はい、物流は国民生活や経済を支える重要な社会インフラであり、物流の停滞が懸念される2024年問題が喫緊の課題です。これに対応するには、物流をめぐり荷主、物流事業者、消費者の間で長年定着している構造を改革する必要があり、その実効性が求められます。加えて即時の対応が必要なため、トラック輸送に関する契約の見直し、荷主企業や物流事業者による自主行動計画の策定と着実な実施を促すなど、可能な取り組みから速やかに進めてください。その上で、荷待ち荷役時間の200時間の削減、そして多重下請け構造の是正、適正な運賃収受や価格転嫁等に向けた規制的措置について、次期通常国会での法制化を含め枠組みを確実に整備をしてください。こうした対応により、荷待ち等の削減、積載効率の向上、モーダルシフトの推進、再配達削減を一体として進め、今回取りまとめた政策パッケージに示した定量目標を着実に達成することで、2024年問題の解決を図ってまいります。物流を持続可能なものとするためには、荷主企業、物流事業者、消費者が一体となって我が国の物流を支えていくことが不可欠です。関係大臣におかれては、そのことについて広く理解を求め、また定期的に進捗の管理をすることで政策パッケージの実効性を確かなものとし、我が国の物流の革新に向けて政府一丸となって精力的に取り組んでいただくようお願いをいたします。